本日が3月7日月曜日、ただいまのお時間が、午後6時半を回ったところです、はい、本日のお相手は私佐藤博之と、制作部の中村雄一と小田直樹です。よろしくお願いします。佐藤さんレギュラー、本当そうですよ。ありがとうございます。とんでもないです。来ていただいてね、もうなんかもう今日なんか待ってますから僕わざわざ。え？来るために。そうね。ありがとうね。あの僕がこう稽古場がお台場の方に行ってまして、忙しいんで、はい。はい。6時に稽古が終わってここに駆けつけたということでね。忙しいですね。いやいや。5分刻みで。5分刻みでこの電車。いやいや5分刻みで。え？大変じゃないですか。もうその話後でしっかり聞きますから。あ、そうかそうか。まず何から。大切なやつ。じゃあこちらバーンです。はい。演劇集団キャラメルボックス2011スプリングツアー夏への扉、うん、こちらの空席情報からいきたいと思います、はい、もうすでに始まっておりまして始まってますね、はい、東京公演がですね3月27日日曜日まで、はい、ル・テアトル銀座で上演するという、はい、していますということで、はい、今どんな状況ですか。はい、販売がですね、はい、一旦、ストップさせていただいたステージがあります、はい、最終日ですね、3月27日日曜日14時の会、はいはい、こちらの先週まではボックス席というのを、ね、そうでしたね、販売していたんですが、はいはい、そちらもちょっと一旦売り切れまして、はい、この次はキャンセルなどが出たお席をですね、はい、公演日の前日のお昼の12時から、はい、前日予約というので、販売いたします。はいはい、その他、3月12日土曜日14時の回、うん、こちらはそのボックス席だけまだ、キャラメルボックスのお電話で販売しておりますが、はい、こちらもおそらくなくなってしまうのではないかと思いますので、なるほど、はい、お早めにご予約ください、はいはい、他のステージはまだ全ステージご予約受けたまってはいるのですが、はい、先週に引き続き先週からこの今週にかけてもですね800枚ぐらいご予約を受けたので、嬉しいですね。もう結構本当土日を中心にどんどん席が少なくなってきておりますので、はい、土日希望の方はお早めにご予約ください。よろしくお願いします。こちらはもうほぼ映像化されないというふうにそうなんておりますので、はい、この劇場に行かないと見れないお芝居ですので、なるほど、ぜひぜひ来てください。ね、2人で来られる方はね、そのボックスシートなんかを見やすくて、そうですね、いいと思いますのでね、はい。ただ平日の日はもうボックス席は残って全ステージ残ってます。はい、こちらの方よろしくお願いします。お願いします。続きまして、こちら、キャラメルボックス2011ハーフタイムシアター、水平線の歩き方と Here Comes the Sun。こちらですね、日程をお伝えします。大阪公演が5月19日木曜日から22日日曜日まで梅田芸術劇場シアタードラマシティで行われます、はい、こちらの前売り返しが3月20日日曜日午前10時からとなっております、はい、続きまして東京公演です。東京公演は6月2日木曜日から19日日曜日まで池袋サンシャイン劇場で行われます、はい、こちらの前売り返しは4月3日日曜日午前10時からとなっております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらももうすでに先行予約とかが始まっていますので、ね、そうですね、はい、うかうかしていると、はいはい、始まってしまいますので、なるほど。小田君もね、はい、出る。これはどっちに出るんですか、小田君は。僕は佐藤さんと一緒で水平線の歩き方に。水平線チームということで、はい、はい、仲いいです、ね、懐かしい感じです、ね、懐かしい、仲いいんですよね、うん、でもね、これあれなんですよ、あんまりね、その主人公達也さんと絡むお芝居なので、あ、はいはい、そう、あんまりね、その全員が全員と喋るっていうお芝居しかないんです、はい、岡田達也とその他の出演者の絡みがメインだから、はい、他の出演者同士は絡まないことが多いっていう、だからそういうこと、桃子さんと絡む人がほとんどいないですね。あ、桃子さん、うん、誰もいないんじゃないですか。達也さんぐらいか、わかんない、曖昧な記憶で話してる、そうだよね。ヒアカムザさんはどうなるか知ってる？全然知らないです。どうなんだろうね、阿部寛以外はみんな絡まないのかな、いや、そんなんじゃないでしょう。そんなんじゃないの、はい、そうか、アメリカから帰国しちゃったり、パリ絡まないまあ、まあまあ、まあまあまあ、おいおいね、まあ、見て、はい、見たら分かるっていうやつですね、はい、こちらもよろしくお願いいたします、はい、続きまして、はい、劇団に加減情報に来たいと思います、はい、まずはこちらですね、佐藤博之出演、おお、ホワイトシアターボリューム2、はいはい、こちらがですね3月26日、土曜日27日日曜日、フジテレビマルチシアターで行われますと、はい、絶賛チケット発売中でございます。あら、こちらのホワイトシアターボリューム1に、はい、かなり有名な小田さんが出演させていただいて、お、はい、先輩、お、先輩、それちょうど1年前ですね。そうだよね、僕たの、はい、で 1.5 に筒井さんが出て、はい、2に僕が出る、そうですね、いや楽しみですよ。これ27って夏への扉とぶつけて、そう、千秋楽がずんとぶつけてきた、あらららら、はい、
られちゃうな、じゃあ。でもね、11時半なのよ。え、27日の1回目って1回だけ2回、27日が11時半と3時、はい、そうなんだ。だから11時半の見たら間に合うんじゃない。間に合いますね。銀座間に合うよね。2時間ぐらいですか。2時間ないっす。あら、1時間半と聞いております。じゃあ1時に終わって、うん、銀座ギリ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 か、はい、ちょっと危ない橋を渡る感じですかね、はい、まあそういうこともあります。これね、うん、一個注意事項言っていいですか。なんすか。これマルチシアターって映画館なんですよ、うんうん、はいはい、で150席ぐらいの、まあ結構綺麗なすごい映画館なんですけど、はいはいはい、映画館ってその何ですか、舞台上って本当に初日挨拶するぐらいのスペースしかないんですよ。そうなのよ。だからね、舞台面からあの一番奥までが、うん、一番取れてて多分ね1m80とか。あ、本当？うち今 2m って言われてる。本当ですか。でもね、1軒半って言われた。あー、でもなんかね、ちょっとだけ張り出してるところがあるんですよ。あー、そう、はい、そこでその広さってこと。はい、大変だったねってやるんですけど、うん、大変なのがその後ろにね、うん、スクリーンがあるんですよ。だからもちろん映画館だから、うん、そのスクリーンをね、うん、破ると、うん、8000万ぐらいするんですって。じゃあ小田さんお得意のはっちゃけができなかったと。そうなんです。だからこれチャリティー企画なんで、はいはいはい、そうそうそう、本当そんなこと言ってる場合じゃないすごいね。はい、そんなするんだね。僕たちもこれ12人ぐらい出たんですけど、舞台上で踊ったりしましたからね。うー、怖っ。でもさ、その、はい、マルチシアターって言ってもさ、なんだろう、1000人ぐらい入る映画館のスクリーンよりはちっちゃいでしょ。もちろんもちろんもちろん。そうだね、はい、一番でかいとかあるじゃない、新宿とかの、はい、あれだっていくらぐらい億超えるってことじゃないですか。なんか結局なんかそのちょんってやったやつで、うん、もう全部が使えなくなるみたい。ちょっとした傷でも、はい、気をつけるわ。でもちょっと8000万持ってるかもしれないですねいやでも、まあ、原価償却して買った時は新品発売、はいはいはい、いやーこう恐ろしい。 ありがとうございました。じゃあ本当に佐藤さん気をつけてくださいね何それ何それ、本当に気をつけるよ、はい、でも小田さんに言われたってことはみんなで言っておく。あ、もちろんもちろん、こういうふうに気をつけろって、はい、言い方も真似してくれ、はい、みんな気をつけてねってそういうわけでやりますので、はい、皆さんぜひぜひ今絶賛こちら稽古中でございます。よろしくお願いします。続きまして岡田達也出演、はい、リリパッドアーミー2 25周年記念第3弾、音楽の時間、こちらがですね、すでに始まっております。始まってます。3月5日土曜日から16日水曜日までザ・鈴なりで、はい、これ大阪公演が3月19日土曜日から24日木曜日まで世界館で行われます、はい、どうぞ見に行かれますか。これは見に行きます。僕行きたいんですけどね、まだね、夏への扉も見てないんですよ。僕もなんですよ。あ、見てないの。はい、ほら初日に行かなかった。行きたかったんですけどちょっと野暮用で。何野暮用って。父親が上京してきましたさすがにやっぱ2人で行ってね、初日乾杯出ててもちょっと嫌でしょ。父さんいいじゃない、酔っ払うと面白い。いやいやいや、父さんと迷惑かけちゃうんで、ちょっと銀座向きじゃないんですよね。あ、父さん銀座向きじゃないの、はい、新橋じゃない、どっちかというと。そうそうそう、だからちょっと歩かなきゃダメなんです。そう、ね、はい、銀座が新橋歩けると思うよ。そうそう、だからね、ちょっと今回は初日ちょっとあ、そうなのね。そうなんです。じゃあまたじゃあ行くとき、いや難しいね、じゃあいろいろとね調整しなきゃいけないから、ね、僕でも明日見に行きますよ、夏への扉を。夏への扉、はい、大丈夫、行っちゃってみんな明日。いやいやいや、母さんになればいいけど、ほら逆にキャンセル相次ぐみたいになるとちょっとそういうこと言わないの、はい、いや僕が行くからみたいな。お父さん見たら気軽に声かけていただいて。もちろんです、もちろんです、はい、分かりました。じゃあそういう感じの人がいっぱい来るといいね。そうですね次行きましょうか続きまして渡辺杏里出演、ホチキスボリューム26、湯煙の頃に君を思う、はい、うん、こちらがですね4月13日水曜日から19日火曜日まで、テアトルボンボンで行われます、はい、中野にある、はい、昨日僕、稽古休みだったんですけど、はい、その今回共演する方のお芝居見に行ってて、はい、夏休みは見に行けなかったんですけど、はい、で事務所戻ってきたらアンリーがいて、はい、もうなんかね、もうこのホチスの稽古でやってる。えっ、だから昨日本番終わった後にそのまま稽古やってるんだ。大変だよね。あそこまで1ヶ月ちょっとか。4月13日だから、まあ、早い、まあまあ早い、ちょっと早いぐらいですね、うん、やってるみたいなんで、こちらもね一生懸命やってるみたいなんで見に行きましょう。はい、こちらもぜひぜひ皆さんもよろしくお願いします。そんな感じで終わりですか。客演情報は終わりですけれども、いや、ね、
そうか、小田さんに夏連続の感想を聞こうと思ったら見てないんですね。そうなんです、まだ見てないんです。トメさん見ました？僕もまだ見られてないんですよ。投資見てからだいぶ3週間ぐらい経ってますよ。2、3週間。投資見たんですか？2月の10何日だよね、はい、18が最終日だったから17に見たのかな。そうか、多分。そうだ、もう3週間ぐらい経ってます。経ってますよね。どういう風に変わってるんだろう ね。なんか投資の時ってやっぱ全然なんでこれ何これなんか、なんて舞台上なんか今手でちょっとわけわかんないことやったんです。今回セットがすごいです。そうね、はい、そうね、迫力あるよね。仕込んでてやっぱね、すっごい大変だったんですよ。そうだったな、はい、あれは大変だった。ぜひね、舞台上、うん、絶対綺麗になってると思うんですよね、僕。何が舞台が、はい、正面も含めて含めてそうだね、はい。まあ、あと初めての劇場だからね、どういう見え方するのかちょっと楽しみではあるんだけど、すごく天井も高くて高いですね。奥行きがね、やっぱりあってね、うん、そうだからあのセット組めるんだなと思って。あとはまあ小笠原くん、おお、デビューだ。はい、面白いね。早く見たいんですよね。あと新人が表でパン配ってるわけでしょ。かもしれないですね。あ、いるかもしれないですね。あとね、もう一個あの見てほしいとこあるんですけど、いいですか？なんすか？あの受付に机があるじゃないですか。その前に受付に机がある、うん、まあ、受付があるじゃないですか。劇団の受付ですね。劇団の受付に、その机の前に、まあ、うん、通称受付台と呼ばれるポスターが貼ってある、なんていうんですかね、まあ、足隠しなんですけどね、うん、あー、なるほど、みたいなのがあるんですよ。ポスターがバーって貼ってるわけですね、はい、でね、今回それをね、うん、15年ぶりぐらいに15年リニューアルしたんですよ。え、だ僕が、え、ボダーさんが作ったんですよ。え、なんか自慢のコーナー。そうです。そこも見てほしいっていう。これボダーさんが作ったんだっていう。そうです、そうです。あ、まあ、あれはでもね、ちょっと画期的だね。いや、あの使う側からすると、はい、ちょっと長年の課題をすごいいろいろ解決していただいて。そうそう、やるじゃないの、田さん。本当ですか、うん、いや、もうそう言ってもらえると。あ、本当そうですか。そうそう、あの使い勝手いいですか。すっごいこう内部の話になるんだけど、例えば、はい、あの前のは結構重量があったから、はいはいはい、なかなか女性があの2つあるんですけどね、台が、はいはいはい、2つ持って持ち歩けなかったのが、はい、あの軽量化もされていて、はい、あと、まあ、あのちょっとこう向きを変える、はい、こうひっくり返して使わなきゃいけないシーンとかもあるんですけど、はいはい、その時にポスター貼らなくてもちょっとあの大丈夫なように工夫がされてたりとか、はい、素晴らしいですね。やる、すごかった。ありがとうございます。それぜひね、すごいね、見てほしい。小田さん手作りの。手作りです。で、一から作って。一から作りました、ね、材木屋さん行って、ね、あ、本当？本当に行きました。あ、山に切りだけじゃない、そこまで。今回は、はい、今回はちょっと時間がないと言われたんで、材木からやってね、はい、じゃあそちらの方もぜひぜひ見に行っていただければと思います、はい、よろしくお願いします。そんな話をしていたらお時間と、はい、しまいました、はい、僕の稽古試合なんですがこちらの放送は来週月曜日には更新される予定です、はい、それでは皆さん、また来週、バッハハはい、ここからはキャラメルボックス PV をご覧の皆様のおまけコーナーです、はい、さてさて、今日はもう3月入ったというのに雪降りましたね。びっくりしましたね。朝ドア開けてびっくりしました、本当に。雨は降るっていうのは聞いてたんですよ、はい、だから洗濯物も取り込んでたんですけど、はい、朝置き込み捨てに行こうと思って開けたらもう雪ですよ。雪、大雪でしょ。大雪だ、ゴミ捨て場に雪溜まってたよ。大変ね。昨日あんなに晴れてたのにね。そうだよね、はい。いや寒いわ本当に。でもまあ乾燥してるかはいいかなとは思うんですけど。まあね、うん、なんかもうこの1月2月は乾燥で大変だったでしょ、はい、大変でしたね。肌荒れが本当にひどくて。そんな気にするんですか。いや、もうね、なんつうんだろうな、引っかかっちゃうの。あ、わかる。毛布とかにもわかる。この辺とかですよね。そう、はい、寝てて、で、血が出ちゃうじゃない。そうすると、そんなに、あの、ささくれとかで血が出てた、はい、大変だった。大変ですね。でもね、一ついいことです。なんか普通にハンドクリーム塗るよりも、はい、なんかね、一回ね、ワセリン塗るんだって。はい、ワセリンを一回塗ってちょっと落ち着いたら、自分の持ってるハンドクリーム塗ると浸透の仕方が半端ないんだって。そうなんだ。それでも触ってみるの全然。これ大丈夫ですか？だいぶ復活。しっとりしてますね。しっとりしてるでしょ。ワセリン、持ってないな。人気ね。ワセリン？ワセリン。本当ですか？うん。ワセリンって見たらバセリンって書いてあるの。振り仮名で。ウニ点々。あんまり変と思ってないのね。
そんなに興味ないかもしれないで、興味ある話しないお母さんの気持ち。僕もっか佐藤さんの稽古状況。あ、稽古状況、ね、いやなんかねこんな流れでよかったです。新鮮、新鮮ですよ。あの主役をやってくれる流星涼君って方がですね、はい、17歳の高校生。17、去年のテレビドラマでデビューしたのかな。秘密、素直になれなくてじゃない確か違うでした。適当なこと言いやがって。秘密も出てたでしょかな、わかんないけど、はい、それでなんかねやっぱ初舞台初主演だから、はい、すごく緊張してて、初々しい。そうですね、自分の初舞台の頃を思い出すというか。17でしょ。17だよ。何してた、高校生だよね。高校生、部活、いや部活もそんなしてなかったですね。だ友達とバイク乗ったりしてました。乗っていいんだっけ、16歳から、ね、16歳から乗っていいんです。そうかそうか、はい、へえ、あの大阪の街をカッポしてた。カッポじゃないです、だからバイクでね。バイクでカッポしてた、はい、バイクで、はい、へえ。俺中学生から何、その帰宅部だったから、もうその時点ではもともと柔道部に入ってたんですけど、うん、やめちゃうんですか。え、なんでやめたんですか。耳がね、餃子になっちゃう。あー、どうしても嫌で、はい、最初柔道は古賀選手がさ、はいはい、肩卓球してるのにさ、片手で金メダルを取って古賀選手に憧れて入ったんだけど、先輩みたいに耳が全員餃子なの。本当になるんだよ。でさ、そのパチンコ玉を詰めるわけ、埋まっちゃうから穴が。え、稽古中に普段。そうなんだ。普段の生活聞こえないじゃないですか。でもほら埋まっちゃうと元聞こえないでしょ、戻らないからさ。だから穴入れてるぐらいは聞こえるんじゃない、多分埋まった方なら多分聞こえるんだよ、奥で関連で。そうなんだ。そう、もうそれ見てもダメだ、僕はこの世界にいられない。早々と早々と。そうなんだ。だからいるでしょ、その柔道やってる人。いますね、いますいます。すごいあれは怖いよね。え、そういう話しますね。その稽古状況を聞かせて。あ、忘れた。その餃子の話はいいんですよ。そ今ね、その流星涼君とかやってて、はい、出て出演者 1,2,3,4,6 人。あ、少ないんですね。少ないです。その家族の話でですね、はい、一旦バラバラになった家族がどうなるのか、まとまるのかですか。ざっくりですね。ざっくりだよ。え、もっと細かく話しよう。でまあ、家族愛の今までのやつとちょっと、うん、なんていうんですか、系統してるとかそういう感じなんですか。あれなんで、今でもその映画館が舞台にしてね、はいはいはい、今回も映画館が舞台でっていうんで、1回目がなんだっけ、テーマが今回は絆。いやでも1回目もそうですよね、家族のつながりをね、はい、やってだから、そういう意味ではあの共通するものがあるんです。まあ登場人物は違うんですけど、うん、そういうところでやってて、だから僕はその流星君の良きお兄さん代わりみたいな。何歳になります。29歳です。実際は33、まもなく34、5歳差ぐらいにしようかな。そうなんだ。え、流星くんはそのまんま17歳。ああ、そうなんだ。そう、そのまんま。いいですね。いいでしょ。そう、だからどれだけお兄さんに見えるけど、お兄さんに見せなきゃいけないんだけど、はい、流星くんね、183cm あんだよ。ああ、それでもあれでしょ、別に本当のお兄さんじゃないでしょ。違う違う、そうだ。で、本当のお兄さんも183cm あんだよ。その、役の中でもね、はい、うん、で、お父さんが180あんだよ。これだけちっちゃいの。佐藤さんも別にそんなちっちゃい人じゃないんですよね。でもちっちゃく見えると思うよ。今だって舞台でずっと向こう見上げるんです。そうなんだ。ちょっとドキドキする。キャラメルではないよね。キャラメルだと割と俺より背高いんで、達也さんと大体これぐらいですよね。そうそう、みんな同じで、同じぐらい、達也さんも同じぐらいで、だから三浦さんだけちょっと抜けてるって感じでしょ、はいはいはい、それがだいぶ変わる。そうか。いやドキドキしながらやってる。顔ちっちゃいんだよ、流星くんが。顔ちっちゃい、183センチあるからさ、うん、俺顔でかいのよ、175しかない。まいっちゃうね。笑わないでね、見に来て。いやいや、見に行くかどうかもわかんないですから。え見に来ない。いやいや、それはまあ前に出てたのにもかかわらず見に来ない。行きます、それは行きます、ちゃんと行きます。じゃあよろしくお願いします、ね、これはもうぜひぜひやってますので、はい、皆さんもどうぞよろしくお願いします、はいはい、というわけで、そろそろお時間となりました、はい、こちらの放送は来週月曜日に更新される予定です、はい、それでは皆さん、さようなら。